はい、皆様こんばんは。今週も金曜日、定例配信会始めたいと思います。よろしくお願いします。今週も、いつも通り、21時過ぎ頃から、ミニ大会の四季の細道を予定しております。それまではの試合の様子をお楽しみください。今週もよろしくお願いいたします。
Fuck!
マイクテスト青使ってます。場内入ってますか。こんばんは。入ってますか。マイク聞こえてますか。はい、2018年4月の6日、第70回、四季の細道、達夫さんありがとうございます。マイク OK 入ってます。 X ゲーマーズさんありがとうございます。あー、もう一人ごめんなさい、青いコメントの方見えないです。あざーす。はい、こんばんは。2018年4月の6日第70回四季の細道ですが、あれもう第1試合始まりですかね。第70回、はい、1P 側、はい、第1試合クレジンさん、 1P 側ダルシム、 2P 側、歌舞伎くんさんバイソン。はい、はい、マイクは私山本と、はい、と言ってる間に1ラウンド目が終わってしまった。ちょっと画面が見切れてなかった、申し訳ない。ヤングガンことね、ヤングガンこと疎通会のヤングガンこと、はい、うねがえる、うねがえるです。こんばんは。こんばんは。1試合目1ラウンド目、歌舞伎君さんのバイソンが1本取ってます。おしか言ってないですよ。いやこれは画面端厳しい。ちょっと押し込まれた感じですね。ゴリゴリ来ましたね。ゴリゴリです。ゴリゴリですね。ちょっと待ってください。クレジットラインで補充します。さて、で、2試合目青木サイクロンさん、あ、はい、前回優勝者、そうですね、前回の優勝者、チャンプ、四季チャンプ、四季チャンプ、青木サイクロンさんのザンギフ。バイソン戦は大好物だと。大好物、言ってました？言ってた気がします。言ってた気がします。あ、なるほど。まあこれはバイソンにとっても、うわ、すごいますね。これバイソンはあれですからね、ゲージ溜まっても使いどころがあまりないっていう。なるほど。しかしグランドを差し込んでいく。うわ、ジャックパン連打。うわ、きたー。フラリー止めましたね。何連重ねから最後は膝。さあ、青サイさん硬いですよ。青サイさんは固めてスクリューよりはどちらかというと間合いを空けて吸う感じですね。そうっすね。こんなイメージの方が強い感じなんですけど、しかしこの間合いは結構バイソンにとって美味しいところですが、そうですね、しかし止まった。ガンガン前に出ていく青木サイクロン。ガーッ、やはり起き上がりはちょっと待ってのグランド。溶かされ厳しい。もうグランドしかしてないですね。そうですね。うわ、一度こかされるとだいぶ起き上がりが厳しい。これはザンギエフ側かなり手大変ですよね。これおっと、スクリューしてないのか。あ、リバーサルでバッファロー、リバーサルバッファロー、どうする。うわ、ハイパンチに起きてきた。さあさあ、なんとしてもダウンさせたい青サイザンギフ。弁慶の泣きどころを果敢に攻められちゃって。しかし全く、そうですね、もう泣いてますね。泣いてますね。これはバッファローが早い。そう、早いですね。距離詰めるのが早いですね。うわー、おっと最後は相打ち OK。 これは厳しい。グランドきつ。そして3試合目、はい、うねさん頑張ります。お願いします。うねさんの1キャラ目は、姉さん1キャラ目はガイル。姉ガイル、1キャラ目もガイル。ガイルさあ、白いガイルが姉さん、緑のバイソンが歌舞伎くん。
さあいいサマー落として第1位、しかしゴチゴチを払ってしまった。あ最後はターンパンチ、タンパ、タンパの方が長いんですかね、リーチですか、中足より、中足よりも長いんじゃないですか、まあ、前に進んでるからってことなんでしょうけど、やばいですね、画面端がだいぶ厳しい、いい裏剣、ああ、ターンパンチ、ソニック食ってしまった、それは歌舞伎くん、歌舞伎くんさん勝利、続いてグッチさん、歌舞伎くんこれで3連勝ですね、歌舞伎くん3連勝からのグッチホーク、決めている、ありがとうございます、グッチさんはホーク、そうですね、もうかなり始めて長いですけど、かなり上手くなっちゃって、まあまあ高めだが掴んでいる、内野手置いて、お、いかない、うまいですね、わざと今ちゃんと待ちましたね、しかし起き上がりクレイジー、1回目の台風はちゃんと安全重ねでヘッドガードして台風だったんですが、2回目はちょっとタイミングが悪かった、ヘッドで割って、あれあれですかね、安全重ねですよね、はい、エルコパはのタイミングでやってるんですが、まあ、クレイジー食らってるってことはタイミングミスですね、そうですよね、ちょっとは遅かったっていうことですね、早かったか遅かったかよくわかんないですが、さあグランド、グランド厳しいですね、やっぱりザンギ戦と似てるようでちょっと違う、そうですね、もうあれ削りたい、これは厳しい、最後はクレイジー、やはりクレイジー、さあ4連勝いってきます、最後は、あ続いてセロテープさんですね、歌舞伎くんさんバイソン勝利、ザンギ、安全重ねからガードして、ガードじゃなかったです、ヘッド食らってます、おー外野手合わせた、おアブジャーマン、しかしまだ体力ある、食らってしまった、おっとアッパーを食らってしまう、帯が見えていたのか、若干しかしグラウンド食らって、おっスクリューか、あスクリューかく逃したが大走り、ラッキーで拾った、削り死ぬかと思ったんですけどね、大丈夫でした、ね、超ジャックパンチ連打してますね、やはりジャックパンチ連打、このゲームの醍醐味ですからね、お割り込んだ、おダブラリ合わせる、お食らっている、でクレイジーを食らってしまったが、まだ体力が若干ある、しかし最後はグランド、あの距離では全く見えない、若干で止めて近づいていく、お外野手が入る、しかししかしヘッド、もみもんでもんで、それから、しかし離れてしまう、またグランド連打と、おっとニョキッと大パンチ、わあタンパを食らってしまった、歌舞伎くん勝利で、あれピロシさん、ピロシさん、今日はピロシさん、ピロスさんですね、
奥さん許した説のニセピロさん、ヘイクピロシ、うん、ピロシさん剣使ってるの見たことないですからね、まずね。昇竜刺さる、お、これは厳しい。空中に竜巻二段からの膝、膝の後のアントビが壁でちょっとタイミングが狂った感じですが、昇竜でフォローを引いてましたね。昇竜、昇竜と、うわ、昇竜見えているのか最後は波動だが結果オーライ。ここで、フェイクピロスさん勝利。続いてカワシムさんですね。本日疲れてきたので座っていいですか。はい、川島さん、お、DJ、剣 DJ、 この組み合わせ剣が厳しい気がするが、ですよね、剣 DJ 有利な気はする。しかしどうにかなるのか、どうにかなるのか。おっと、ジャックで拾った。ん、カーシム DJ1 本、最後はそばとカーニバル、カワシム DJ 勝利で、続け中島さん。はい、はい、あー、ギャグギャグ、歌舞伎くんが残っちゃってますよ。はい、中島さん、ホンダ対 DJ、 これ DJ 厳しいんじゃないですかね。ホンダは、おっと、ピヨッとしまう。3、お、入らなかった。ちょっと近づかれると DJ はかなり厳しい気がするんですが、どうなんですかね。お、ドスコイが刺さる。ドスコイと1本目、ホンダ、おっと、ずかずか歩って投げに来た。しかしまたビヨってしまう。これはもうさすがのさすがのカーシムさんもちょっとびっくり。中島ホンダ勝利で、続いてハックさん。ハックさんは、ハックさんはキャミ、ハックキャミ、いやー、キャミにとってもだいぶホンダは厳しい相手になるんじゃないかと思うんですが、どうですか。はい、そのような感じみたいな感じみたいなね感じで、ハク、おっと、ゼロドット、もうガードもできなかった。ハクさんのキャミーはだいぶ最近メキメキとですが、飛んで、お、落とした。炸裂でじりじり近づいてくる。裏回り、おっと、4段入る。裏回りからの4段、おっ、キャノン、あー、やってしまった。裏回りを投げられる。中島本田勝利で、続いてエクスパーさん。ちょ、待って、クレジットがあれですね。
OK です。クレジット補充させてもらいました。エクスパーさん、あ、エクスパーさん、そうですね、来月の5月5日のなんだっけ、かける5、ここデータなしきである大会、チーム募集してるようです。エクスパーさん、当然エントリーはリュウ、リュウですね。もし興味ある方はかける5メンバーエクスパーさん募集してます。同キャラダメなのかな、チーム内同キャラ、同キャラは2キャラまでいけます。2キャラでいける、1セットまで。あ、なるほど、同キャラ2セットまで OK。 1セット、なるほど。龍がいたら、龍は OK、 もうあとは3キャラは全部バラバラにしない。龍、S 龍ってダメなんでしたっけ。ダメだと思います。ダメですか、はい。ドスコイが突き刺さる、あれ、でも若干連打してたはずなんですけどね、距離なのか。いや、連打とかは結構やっぱりあれですね、密度が悪いと。あー、なるほど、グランド止めるザンギフの立ちコマとかもそうなんですけど、なるほど、16連打じゃないと止まらない、まあ、きっちり、なるほどですね、連打してないと止まらない、なるほど、ね、これが意外と連打こするのめんどくさいんですよ。そうですね、そうですね、ちょっとじゃあ遅いのか、連打が遅いのかみたいな感じです、ね、薄い的な。中島本田勝利で、モッツブランカ、エクスパーさんの竜も結構強くなってるんですが、やっぱり本田とかそういう怪キャラを処理するというのはそんなに得意じゃなかったんですね。まあまあ本田としてはあれですからね、ガチでいかないと倒せないんで竜は。ガチでというか、竜側が安定行動を取ったら結構そうですよね。おっと、今のはクスモンドランブ、すごいですね、4段、あれ、そういう技、目ついてるんでしたっけ。そうです、あ、なるほど、はい、クスモンドさんが開発されたですね、かなり古い時期から。あ、なるほど、めくりこぱん壊し百列で4段、その後、そのままずうずうしく大いちょうとかですね。なるほどですね、はい、止めて大いちょう、大いちょうみたいな。今は安全にそのまま削り続けましたが、まあ、ブランカイトはそこまでしなくていいという判断でしょうね。これコマンドはあれですか、公開されてないんですよ。いや、別に普通に公開コマンドです、大丈夫、普通に立ちコパ、しゃがみコパあー、なるほどみんなで探してみよう的な、そうそう、そういうやつなのかなと思いまして、ゴリゴリ削っていく、ちょっとブランカ厳しい、お、電撃、さあ、しかしやはりリバサじゃなかったが、ブランカは逃げて飛んでしまう、中島本田勝利で、続いてロード S 剣、あー、ごめんなさい、 S サガかな、いや、今日 X サガットですね。お、X サガット、なんか言わない、赤パン青パン言ってましたんで、1キャラ目は X サガット、ノータイガーですね。ノータイガーではな、あ、まあまあ、あですね、登場時ですね、はい、そうですね、で、決めるとき、このキャラノータイガーだったら相当やばいですからね何もないですからね。なるほどですね、赤パンですね、赤パン、赤パンかっこいいですね、でも、そうですね、ダッシュの頃のカラー、しかし画面端、これをどう処理するか、なんとか突き放したが、やはりドスコイ、出からドスコイ、下にドスコイ、上だと無双って感じでしたね、今ね、街としては。そうですね、下でも無双でいいぐらいの感じでしたね。あ、そっか、どっちでも無双でよかったんですね。さあ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 、どうする、下がっと厳しい気がするな。 X 下がっとの方って結構テクニカルですよ、皆さん。そうですね、キャラ自体がそんなにあれでもないんで。さあ両者ゲージが溜まったが、あー、見ていた、さあ雪田がもうすぐ死んじゃうのは下がっとの方、危ない、無茶ができない、ホンダは待てばいいだけ。おっと、ドスコイ刺さる、中島ホンダ勝利。続いて千本さん、千本さん、おられました、お願いします。続いて千本さんですね、千本さん、ベガホンダ、これもベガがきついのか、きついのかじゃないですよ、きついですね。
おっと鈴木大打ち、最後は鈴木大打ち、うん、どちらか分からなくなった今、おっとまたしても100巻が上りと下りで当たるとちょっと厳しいためキャラとしては。そして削り絵画としてはナイトメア以外抜ける手はないのか。おっと投げに行ったがちょっとならなかった、成立しなかった。うーん、攻めどころにかけるベガ、あーっと前方落ち、後ろから蹴る、しかし時間がない、行かなければベガは勝てない。さあワンチャンか、あーっとしかし100巻そうね、今のはもうめくりさえもらわなければいい感じだったので、中島本田勝利の続いて、続いて京子さん、京子さんは、先週に続いて2回目の参加ですね。お、ありがとうございます。ありがとうございます。2回目の参加ありがたいですね。さあおっと直接大一をピヨってしまう、あーん、さあ一切妥協がない。中島さんが黙々と本田で倒していくゲーム、これは竜が欲しいところ、竜使いはいるのか、エクスパーさんが止めてくれれば。さあ天正客、うん、おっと置き攻めは中足重ね、おっと危ない、もらわなかった。なんか本田チュンリーすぐ寄らせれる気がするんですけどね、百裂、まあ、本田はそうですね、寄らせ能力は結構高い、まあ、長があるので高いですけど、うん、おさあ基本通りクラゲクラゲで気候圏連打、うん、意外と早いですね気候圏ためはすごく早いですね、うん、ただ問題はもう中島さんがおっと入っていた、戦列入っていた、ちょっとまさかでしたね今。100巻出した風でしたけどね、なんか、はい、ガードになっちゃうけど多分出したんでしょうね。さあごちゃらせて殺す、やばいこれは、やばいこの距離感やばい、ゲンキックのスカリに100列、中島さん本田勝利。続いて山本さんですね、山本さん1キャラ目何でしたっけ。さあ引き続きチュンリーですね、ほぼ山本さんのチュンリー。中島本田相手にどんな立ち回りを見せてくれるのか、下がって聞こう、もう画面端、必要経費は1割に体力。さああっという間に高めから大一丁で取り返して頭突きで、あーごちゃったぞ、ごちゃったが、さあ100巻、あの100巻できれば反応してバックジャンプ中継とかね、なんかとりあえずガードしてしまうと本田ペースなので。さあ落とされて相打ちで体力リードはチュンリー、チューチュー、さあガードして、もう一回ガードして、さあなんとか脱出、ホンダゼロドット。さあ山本チュンリー取り返す、気候を踏んづけて上り蹴り、上り蹴り逃げ蹴り、さあ投げていく、相打ちだが悪くはない、戦列。さあ山本チュンリーが止める、
兄さん、兄さんですよ、兄さん、兄さんですよ、兄さん、兄さんは剣です、兄さんは剣ですね、今日はね。さあ、中島さん何連勝したんすか？7、ありがとうございます。さあ、波動拳、なんかいつの間にか 2P 側にいる波動拳。ああ、この前は春龍は前に出ることが大事、歩いて前に出る、これが大事。あるある。さあ、お、波動拳打ってますけど、中小量で抜けてますけど、まあまあゲージ溜まるまで無理しなくていいんじゃないでしょうか。前から行っとく。中キック出せればいい感じ。ちょっとね、垂直はね、竜と比べてうまみが少ないですよね。確かにやらない方がいいまである。ファイヤー波動とかは目の前で。おっと、かなりラッキーマン、今の見てました？ちょっとね、そう、竜はファイヤー波動打ってくるから垂直割とありなんですけど、はい、剣そんなに目の前で波動打たないから。確かに。そう、至近距離波動はなかなかないですね。そうそう、だからそう、垂直はね、微妙なんですよね、はい、結構見てから大勝利もできるし、むしろ出るのが遅いからなんか踏んづける感じが、うん、の方がね、はい。でも超早めに大パン出しとくと大勝利潰れるんですよね。お、小手ですか？そう、いや、あの、垂直大パン。あー、なるほどなるほど。そうそう。さあ、お、じゃあ、スーさんが、さあ、スーさんは S 流なんですね。お、とりあえず 2P ゲット。マジで？じゃあ一人で喋って。 Hey, what's up? This is Expert. They thought it would be good to give some English commentary. はい、Expert さんですね。あ、スーさん S 流ですね。Well, I did a terrible job against Honda, though.He's a good Honda player, but... いい勝負、いい勝負ですね。しかし、林が刺さる。ナイスバック、バックジャンプ。Torpedoed right into me. ロケティア。波動拳、波動拳打ち合い。さあ、どっちが飛ぶか。両方飛んだ。しかし、剣が落とした。で、クスパさん、なんか告知があるみたいですね。はい、Yes. Yes, yes, yes. ちょっと軽く言っちゃってくださいよ。まだ言わない？いや、日本語 No, いやいやいや、どっちでも OK、 どっちでも OK、 好きな方でやって。 English or Japanese, no problem。 いやいや、No Japanese で OK よ。 Okay。 おっと、中足で殺しに行った。その間、やはり無敵昇竜、完全無敵での昇竜ですからね、 S 流は。おっと、引っかからない。ダブル昇竜、昇竜引っかからない。お、危ない、アニさん危ない、竜巻で飛んでしまった。止めたのはスーエス竜。スーメイのは誰でしょ。ネクストシキさんですね。シキで、何、エクスパーかける5で募集してるの。5-on-5やりましょう。新メンバー募集中。Yes, I love all kara team, all character team, Ryu team, Ken team, all character team. It's very good. なるほど。募集してます、皆さん。楽しい。お願いします。Round robin の方がいい。I like round robin for that. That's the main event for me. おっと、しきさんはベガ、X ベガですね。かなり S 流の方が有利なんじゃなかろうか、これは。しかし飛んでしまう。
Alright, we got Shiki Bison, Shiki Boxer. Dictator. Dictator. おっと、しかしナイトメアで抜ける。ちょっと椅子が良くない。やはり。やはり椅子が良くない。僕も気になっていた。ちょっと、ちょっとバーチャーの方から椅子を持ってきてくれる。試合中に椅子チェンジできるか。Tricky. やはりあの丸い椅子はちょっとよろしくない感じ。Reversal Shoryu. Still breathing.いやいや、まだいいでしょ、こっちの方が。まだこっちの方が。おと言ってる間に、しきべが勝利。続きまして、あれちょっと待ってね。ケンちゃん、つるぎさんじゃないですね。ケンちゃん、お願いします。あ、ケンモジさん、あ、いいんですか、リアルネーム言っちゃって、本名言っちゃっていいんですか。ケンちゃんは初参加の方ですよね。初参加旧池袋で、なるほど、素晴らしい。また新たに来ていただいたところで、池袋で You did a Kusa combo. You said that. Kusa combo? Kusa combo. Yeah, your combo. あ、クスモンドコンボ。 Yeah, when you did the Chun combo, ね。あ、俺が you, maybe, yeah, I think so. 俺がやったやつ、あー、ごめん、俺誰かのあれを参考にしてるわけじゃないの、適当。あ、飛行圏からの戦列ね。そう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 、イエスイエス、バースト、バースト、うん、バーストね。そうですね、ナイスタイミング。そっか、あれ草コンボだったんだ。多分草さんより先に僕の方がやってます。 OK、 僕の方が先ですよ。あ、はい。頑張れ。おおお、タツゲーム。お、かなりかなり。でも、I just tried playing Tomoza as Dictator against Hizuryu. Hizuryu is pretty decent. Took me a whole bunch of games just to figure out the damn character. Finally got one win after like 5 or 6. Dictator is a weird character, I gotta say. 真空ガードしてしまう。させられてしまうが、画面端で蹴りカニですね。シキベガさん勝利で、続いてトモザさん、okay. トモザさん、おシキ。 So this is Tomoza's second time, yeah? なるほど、なるほど。おトモザさん、なんとチュンリーですが、チュンリー、 OK, so he's not playing the dictator. 草から、おBefore, which character? So Chun and Chi. Ah, just a minute. I wonder what character he played before. I missed it. Vega. Okay. So Dictator. He played Dictator. Dictator. So. Wow. So Aoki's doing pretty damn well. This is a bit of an interesting combination.最近やたらとチュンリーをやって見ている感じの友田さんと、友田さんのメインキャラをのベガを使ってるシキさん、面白い組み合わせですね。なんかシキの細道でのみの画面みたいな感じになってますね。おっと、アルティって戦列だがガードする。ジャック足重ねからの投げに行ったのかな、逆に投げられた感じ。シキベが勝利で、続いてクレジンさん、あ、2周目、はい、2周目、2サイクル、セカンドタイム、イエスイエス、そう、セカンドタイム。いや、エクスパイ英語うまいね。A little bit, yes, I know English a little bit. Very good, English very good. Not as well as I know this match though.I know この試合よく知ってる。I know this. I know. You know. I know this very well. そうなんだ。ベガ、yes. ベガダルシムは。Yes, I think Dictator will win in this time. ベガの方が有利。今。Yeah, no, it should be all over right now. なるほど。That's it. しかしあっという間に画面端。おっと、最高決定。The game was determined about 10 seconds ago. シキベガ勝利で、続いて青木サイクロンさん。Cyclo is up. Wow. Okay. So he did.Aoki-san, 7 wins. No credit. No credits.
Aoki-san is on fire. Last week, I played him in the warm-ups and could hardly get any wins. His reading skill, he just read me like a book. His reading skills are really good. Zangief. Hey, so you guys in the chat, what do you think about the all-character tournament? So, like, you have a team of Ryu, a team of Kens, a team of Zangiefs. That format I really like. It works out pretty well. I think, you know, any kind of team tournament is a little bit silly, but in that case, I'll make an exception. I wrote about this recently. あまり当て投げをしてる感じがしないが、Very careful. Careful play. 近づくのがやはり並大抵ではない。ベガのタッチングシューキック。Standing mid kick is okay. So if he jumps, he's going to use. Medium kick. So if he jumps. Medium kick.If Zangief jumps, he's got to use the standing fierce if he can get it out in time. Strong or fierce? 勝利、outside の勝利。Oh, somebody come at this. Strong fierce. ちょっとフォワード、ラウンドハウス。お手玉? Juggle? お手玉? Ah, oh, got a reply.Jump strong punch. Yes. Jump strong punch, ね。お手玉。ジャパニーズお手玉。そう、ベガはね、あれがちょっとね。そしてガイル。ウネさん、続いてウネさんのガイル。これはザンギとしては、かなり厳しいカード。Go easy on that stick, young man. お、サマーで切っていく。Une, he's, I like seeing the young blood come in and give it a good honest try. Young player. It's good to see young players come to Street Fighter Super Turbo. All right, now this is definitely in Guile's favor. But Aoki will find some way to get in.Aoki's on the side that I lost on. I'm not so good on that one. I think it's got one of those sticks I don't really like. Oh, nice. Goes in for it. Yeah, I don't think Guile had enough time to charge that. Really got it out. Is it really? Okay. I did not know he was the youngest player we have. So today, youngest. How old is he? Secret? It's 90? Really? Okay, 19. Wow. That's awesome. 19. Yeah, I've noticed many, many young players recently, past 2 years or so. Maybe it's Street Fighter 5. People not so happy with 5, so I don't know if that's the reason, but there have been a number of young people get involved with Super Turbo. そうですね、young people 増えてほしいですよね、やっぱりね。That's good. 次の generation. そう、next generation. Keeping it alive. そうですね。期待ですよね、ネクストジェネレーションに。はい、と言ってる間に、ウネガイル勝利。続いて、グッチーさんは、あれ?ウネ、ウネ、ダルシム。わー、グッジョブ。グッチガイル勝利で、グッチダルシム。間違えたわけではなく。グッチー is playing Dalsum. Wow. I know this match even better. Oh man, this is so easy. So easy for Dalsum. ちょっとガイルは厳しい形だが、ちょっとじゃないと思いますがね。うん、だいぶですが。Oh, nice combo! Don't waste the time! Ah! Almost had it. Almost had the whole round, right there. You're doing pretty well. Don't overextend yourself. No, no, don't. Just relax. Don't. Oh boy. Oh boy. おっと、決めてくる。Oh man. ジャクスラからインフェルノ。あれ、ガードしてもダメでしたね、多分。今、残りが削り終わるぐらいの体力だったかな。あれ、削りって英語でなんていうの、あ、チープ。チープ、チープ。ずるいね。スネーキーはチープ。
へえー、そうなの。チあ違う、ノーノーチーあーいイジメ、right? like イジメかな kind of little bit。 どういうこと？イジメキャラ、イジメキャラ、チープ、チープ、あーずるいキャラってことね。タタンタタン、うん、yeah, so cheap。 なるほど、ずーチープウェン、アンフェアじゃないんだ。Oh, Pete, I was playing as Balrog. Gucci Darushim勝利で、Pete Diddy over here. Not Pekko. Sheep, I can't remember his name. Oh, another cheap match. Zangief, Zangief Dawson. Oh, nice! 緑のザンギはセロデプさん。Running grab. Running.ランニングパワーボム。しかし、わあ、グッチ、グッチ、looking nice with the sim. I'm gonna have to try his sim. ね、こういうこと？ Cheap, yes, yes, yes. It's a slang term. そうか、削りはチープ、チープなんだ。はあ、なるほど。すごいですね。クロスアップぐらいはわかるけどね、俺もね。クロスアップ。ちょっと英語はね、やっぱ難しいね。なんで日本人はこんな英語弱いのかって最近、気になってる、ちょっと。まあ、It's a difficult language. 日本語から難しい。日本語難しいけど、そうね。グッチーダルシム勝利。やはり近づけない、ザンギは。Next up, ピロシー。Oh, I haven't seen this guy. Next と歌舞伎。歌舞伎くん。歌舞伎バイソン。やっぱね、あれですよ。日本人と中国人ぐらいじゃないですか、英語喋れないのは。中国人、チャイニーズとジャパニーズはノーイングリッシュ。I can't really say, but maybe, so in Chinese, you have SVO, like English. あの、主語、動詞。あ、文法が同じっつってる？チャイニーズは。似てる。I have no idea, but I know 発音は大変難しい。発音は、全然難しい。チャイニーズは大変だけど、文法は似てるってわけね。そう。でもね、僕ね、エクスパさんのこの謎の、ね、何語かもう分かんなくなってきてるね。ところで、ことわざ、I learned a good phrase. I learned a good phrase. 今週、日本語、ちょっとことわざ。ことわざ、覚えたの？ことわざじゃなくて、なんでっけ、ことわざ覚えた。礼節忘れず。礼節忘れず。I learned this phrase. I will say this many times. I like this phrase. It means let's remember our manners. Kabuki Bison 勝利. Kabuki. Oh, he won. He won. Ah, 礼節を重んじる。そういうことね。Ah, なるほど。そういうことね。ちょっと待って。英語。そういうことね。表現かな。要は礼を重んじろっていうね、ジャパニーズなカルチャーだよ、これは。ああ、OK。Yes, I like this. 礼儀ありきっていうね、話で。プロトコール。Propriety, yes, propriety. なるほど。Interesting。いや、いいこと知ってるね。I want to study because study 覚えたね。The protocol。すごい。そうそう、みんなそうだよ、ここ。そうね。たまにちょっと失礼なやつもいるけど。みんな大丈夫です。そんなに大人げないやつはいないですよっていう話でね。礼節を重んじる。Yeah. So by the way, you like muscle cars, yeah?Yes. I'm a Mustang freak. Oh, cool. Yeah. 67A9 Mustang. Wow. I like. Horsepower. Horsepower. Yeah. 500 horsepower. 500? Oh my goodness. Wow. That's crazy. ごめんなさい。はい、と言ってる間に歌舞伎バイソン勝利で。So Kawashima, so Zangi, and Dawson. Oh wow, okay. He's bringing out the big guns. I'm up pretty soon. 続いて Kawashima Dawson. またあれですね。Dawson 連戦みたいな。あれ？
ピロスさん、ピロスさん。I played a bunch of matches with Adachi in this matchup. And it was very hard to get any wins. シムさんはダルシムで definitely think this is Boxer's favor. Oh, wow. 投げられてしまう。残り0ドットだったが、惜しいところまで行ったが、ギリギリで来る。ギリギリで勝つ。Yeah, no, I don't understand why the boxer player is not just given a steady stream of punches. I mean, that's just ooh-ah, 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 ooh-ah. Just, yeah, that's what he should be doing. If not grabbing. Nage, nage. That's what's gonna happen. Okay. Yeah, you can guess wrong at those distances, but yeah, it can be avoided. ここ Alright, Haku-san! できなかった、やりたいことをやれなかった、させてもらえなかった、カーシム・ダルシム勝利で、続いて、Haku-san。Haku-san は、ベガ。ベガ。ベガ、ディクテーター。おー、ディクテーター。バイソン。Yeah, I know this match very well. ディクテーター。メガ有利。I'm sure Kawasim can do very well in this match. どうなんだ？どうなんだ？ Yeah, Kawasim's doing pretty well there. 拾っていく、お手玉拾っていく。Get a block correct. I wonder if blocking a cross up is the same for Zangief as it is for Dalsim, because he might get confused with that. I definitely got confused. And I switched her to you because it's opposite. Yeah, I think this is going to be Kawasim's. Dictator has to do some specific things. He's just getting cornered really quickly here. He had a good escape with the jumping mid punch, the juggle. Oh, nice. Oh, he just, yeah, Kawasim just walked all over him there. Next, Expa, you. Oh, me, already. Thank you. Thank you. Ah, okay. Switch off. Okay. ここで川島さんが勝利で、続いてエクスパリュー、ユーダルシム、はい、エクスパー VS 川島。しかしあれですね、エクスパーさんぐらいのアラシェイクリューだと結構ダルシム側もきついのかなと、はい、きつい時があるのかなと。さあ、どこ吹く風といった感じですね。やらせない。これがダルシ、カワシムだと、カワシムダルシムだぞと言わんばかりの。逆に言うとあれですね。ダルシム相手はみんなそのなんていうんですか、荒らし気味というか。ああ、やはりそうなんですか、ね。だから別にそうじゃないと勝てないかも。このぐらいでは困らないみたいなところがあるんじゃないでしょうか。なるほど。わっ、おい、竜巻脱出まで読まれていた。昇竜拳。しかしリバーサ昇竜。めくり竜巻、竜巻表出す。さあ暴れが機能しているか。来た、真空使わせて、なぜかブラスト当たっている。しかしインフェルノ危ない、削られてしまうところ。さあ露骨な相打ち狙い、ジャンプに対ったのは川島、食らってしまう。川島ダルシム勝利。続いてモツさん、いや I want a rematch. Strong rematch. But he's very goodストロング、ダルシム、ダルシムはね、This is a great match. I love Blanca and Blanca and Dalsim. Dalsim Blanca is a fun match. Very nice. It's one of the few that are not total blowaways for Sim. Oh.エキスパーはあれ、クリス知ってる？クリス、ダルシムのクリス。あ、クリステル、yes。あ、知ってる。Yeah. Well, not, I'm not well. So I met him when he came. 僕もちょっとここでやらせてもらって、ダルシムで。Okay. Cool. 遊びました。Yeah, I wish I would have spent more time playing some games with him. クリステルも来てたもんね。Yeah, when they came.
Yeah, it's good to see visiting players. Just a player, isn't it? A player. Oh, oh, wow. Oh, nice. Very nice. Backstep. Always a, always a great finisher, the backstep. Tanoshii, man. Kami's back fist. Very satisfying to hit with the backstep. Fine play. MVP ですね、今日の。MVP? Really? Okay. まあ、ひいき目に見てますけどね、身内なんで。しかし、これ画面端厳しい。インフェルノ削り終わるか投げ、最後は投げ。Standing light kick. I think, Tachi のブランカの、続いてロードさん。ショーキックは、ショーキックは。But that, 使わない、だから、maybe difficult. But I like playing, I like playing. I see.ね、ロード。Okay, we got another younger player, but young player. But he's playing S Sagat. S Sagat, 青パン。He doesn't care. Blue pants. Blue, yeah. Blue pants Sagat. Blue pants Sagat. The cheap one. The cheap. He's very, very cheap. Cheap character. Yes. Cheap character. そうだね。Yes. Very strong. Very strong. おっと、ピョットしまう。何を決める？あーっと間に合った。回復間に合った。そうね。ストロングは技術かな。あ、ノットストロングね。そう、まあ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 だけど。そういうことね。そう、チープキャラ。はい、I want to try. おー、自ら飛び込んでしまった。That was pretty good. 頑張れ。That was actually pretty good.Dalsim is very strong against Sagat, and that's like one of the few exceptions. でも誰しもの方が強いからね、これね。強いだよね。そう、そうだけど。でも、ちょっと、S は速い。速い、そう。本当に。ハイスピード。レーザーショットで、レーザーショット。レーザーショット。レーザーショット。He just shoots out lasers, and then all of a sudden he can still dragon punch, even though he's got like, you know, 50. 50 laser shots on the screen.ハイスピード S だからね、ハイスピードの S だからね、うん、S サガットの S は very, very quick. ガードすぐガード速いできる、ディフェンスしかできないよねこれだと。あっとしかし、oh, one dragon punch. ドラゴンパンチ、ワンドラゴンパンチでね、いけたと、カーシムダルシム勝利の。続いて千本さん、千本さんは選ぶのはおフォーク、千本ホーク。あ、Thank you. Thank you very much. Let me know if you hated my comments or whatever. I'll do this again if you want. If not, エクスパさんお帰りなんで、かける後のチームメンバー募集してるみたいなんで。はい。じゃあ、スクルタス、可能であれば、I'm looking for members, so よろしくお願いします。はい。SNS 等で連絡取ってみてください。はい。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、スパーさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。言ってるうちに、言ってるうちに川島さんが一本取ってます ね。川島ダルシム対千本ホーク。ノック？千本ノック。ちょっと今流れで言ってみましたが、千本さんはホークがメインだって話ですか、ね。さあ回している。おっと、回してきた。やはりメインキャラ。ジャンプ大パン一回引っ掛けたらそこから勝ちまである。あれですかね、ダルシムは起き上がりのポーズが立ちになっちゃうんですかね。いや、そんなことないと思います。そんなことない、しゃがみガードもできる。はい、あんまり関係ないですけど、僕のイメージですけど、立ちガードにさせられてるイメージがあるんですよね、起き上がりに。ないと思いますけどね、別に。あー、なるほど、うん、強制的になるならなんか、ダイヤ縛り入れれば全キャラ当たることになっちゃうから。おっと、ピヨッターめくりから、さすがのカーシムさんもやばいと一言。千本さんのホークが止めて、続いて、京子さん選ぶのはチュンリー。さあ、チュンリーホークもおそらくチュンリーなんでしょうが、いや、これもチュンリー完全有利ですからね。がホークもやりようがある。上から上から、おっと、あのムーブはどっかで見たことがある。よろしくないムーブだ。
おっと暴発か。最後は打ち。コンドルダイブを落とせないのが痛いのか。台風は食らってないんですが、殴り合いを制したのは、さあやばい、掴んで、ここからはやばい、チュンリーは。さあやばい、これからは持ってかれる。さあ難を逃れて暗い台風、やばい、これはやばい、逃げる術を多分。はい、続いて中島さん。中島さんのガイル、ガイル、ガイル。中島さんのね、赤いガイルあんま見ないですけど、他使ってる人かっこいいですよね、この色。さあ1ラウンド目は中島さんで、びっくりしたな今。ちょっとあれですね、ガイル戦分かってないんですよね僕の順に。なのでこれ千本さんに期待してるんですが、僕も次山本さんですからね。そうですね、ドキドキですよ。さあ今のぐるぐる回したいって思ってますからね今。お、フォークならいけると。フォークならいける、はめ殺せばいい。さあ勝ったのは中島ガイル。さあ山本さんはできればガイルとフォークだったらガイルよりもフォークの方がやりたかったと言ってましたが、キャラ的にはなんか山本チュンリー対中島がいる。ガイマックソニック当たって、さあチュンリー画面端投げて受け身なし、逃げそば、球踏ませて固めて固める。さあ1点。さあ内田が3300点ゲット。さあ今度は山本純理、ちょっといい感じ、あの逃げそばですね、ユラケン当たってテンション。さあ前列当たって、おっと正面だった、残念な感じで負けてしまった。ちょっとすいません、ごめんなさい、戦列当たると思ってなくて今まさかのテンションが用意できてなかったっていうパターンでしたね。すいません、申し訳ないです。宮さん準備できてなかったからの高め飛び込みダブルサマーくらいからのアントビじゃなさそうな感じが、3段いきましたね、正面から。さあ続いてアニホンダ、リフト完璧。厳しい、これ落とすのはやはり厳しい。あの近間の飛び込みを落とすのは結構難しいんですが、落ち着いてリフトアッパーでしたね。さあ逃げパンチ、あれですね、真上から落ちてくる系の100巻をちゃんと落とさないでガードしちゃうとホンダペースになるので、チュンリーとかガイルとかそうですね、ためキャラの人は。さあ逃げパンチうまいですね、固めていく。さあ最後はソニック割って、勝ったのは中島がいる。こんばんは、川島です。さあ中島がいると、さあスー君ですね、はい、顔色の悪いガルシムですね、スーさん、
スさんの、ダルシム病気のダルシムですこれ。そうですね、ちょっともう石像になってますね。さあガイル・ダルシムはガイルが 2か3ぐらいだと思うんですけど、うん、圧倒的有利ですね。まあでもね、中島さん結構強いんでダルシム戦どうでしょうか。圧倒的有利なチュンリーで負けた僕もいますからね、よく考えてみたら。まあそこね、最後ね、あ下がって気候圏でね貯めてればよかったですね。この二方よく考えてみたら、僕去年あの大会で3人で組んでますね、チームメイトです。ああそうでした。さあ一発食らうと、もうお互いにあっと死なない、そのパンチ、あっと対空間に合った。冷静にタッチシューキック、いいですね。スーダルシムあんまりあれですね、得意じゃないって言ってましたね。入る前に。さあガイル戦が言っちゃってましたね。さあこの一瞬ガイルがね有利にこう球を打ってる時がダルシムはこう耐え忍ぶ時間がちょっとあるんですけど、ああなるほど、なんでもかんでもしゃがみパンチを焦ればいいっていうわけではない。そうではないですね、やっぱ有利に打たれちゃうとソニック打ってから小足連打とか、なるほどですね、あとはスライディングで抜けたとしても上飛ばれてるとね食らう可能性があるんで、ソニックに出して焦る。さあまだ中島さんまだですよ。ああ2本取られたのか、いった、2本取った。続いてさあ、あえなくガイル激震、剣さん、あれ、ケンさん、失礼しました。ケンさんはベガ使ってますが、ケンさん、さあ、漢字で剣と書いてケンさん、あれ、ケンベガは元々メインキャラなんなんだ。さあバイソン、青いベガ、さあ、なんか華麗な動きですね。さっき竜を使ってたので、もしかしてメインキャラケンとかなのかなと思った。ピヨったピヨったぞ。さあダルシム戦結構うまいですね、この動きは。上から行くのが強い瞬間があるんで、そこをちゃんと使ってますね。これあれですね、先ほどエキスパーがベガ有利だよって言ってたんですけど本当ですかね。いやそれはないです、それはない、言い過ぎ。さすがに有利はつかないです、言い過ぎが。まあ7-3まではつかないのかな。なるほど、ですかね。おっとインフェルノダブル2が出ていた。さあベガ側はね、あのドリルで攻められた時の結構対処が難しいんですけど、無敵技ないですからね。ね、もうあれ弱パンチで落ちないですか。弱パンだとねちょっと安いし、安い、なるほど、落ちてもそんなにあのダルシム側がこう不利に吹っ飛ばないんで、お手玉拾っていく、できれば前ジャンプ中パンで拾って痛いのを入れたい。さあガードは下がしゃがみ中キック、ケンベガやりますね。はい、続いて友田さん、お、そういうこと、さあ友田、そういうこと、友田なんでしょう。さあ友田くんの、さあ友田くんもベガ、さあ同キャラ、さあおなじみの緑色のベガは友田くん、さあ青いベガケンさんのベガ、そうですね、同キャラ、まああまり同キャラ戦面白くない組み合わせだと、あまり見かけないですけど、何してね、あれでしたっけ、端でハマるなんか連携があるんでしたっけ、抜けられない連携が、ああなんかありましたね。なるほど、そうですね、お互いにスパコンがないと抜けれないって、そうですね。おっと、さあ先に溜まったのは友澤、友澤ベガがゲージを持っているダブルに当てていく、さあダブルで落とす、さあこれは固め、おいや落とそうとしてる。はい、さあ友澤くんが、さあ固めて、さあケンさんは何をしたらいいのかな、って感じですかね。さあ投げ負ける、さあカニがうまい、うん、最高で3ヒット、スリヒットコンボきっちり、しっかりコンボ入れますね。続いてシキさん、さあベガ勝利で、シキさんはもしかするとシキシム、出さない、シキシム
なるほど。さあどうでしょうか、四季さんのここでベガ戦やっているのかな、どちらが伸ばせるのか。さあドリルから中間大キック、いい連携だ。さあしゃがみダイパン当たらず、さあドリル、おさあスパコンを警戒して、ジャンプは何だったんだ、ちまちまとしか手は出せないが、あっとダブルに、さあ投げにはいかず、さあ上からとヘッドプレス、直接ヘッドプレス。さあ中キックから、さあうまい、さあ画面端ベガつらいが、さあ抜けれた、あっとふんわりジャンプ、次には釣られず落ち着いたガードからさ、スライディング、さあ思い切ったホバーが刺さって、ここは読まれてバックジャンプで逃げる、ドリッテ、さあドリル、さあキャンセルファイヤー止まれて、さあ打たない、あーっと目の前、友田さんため早いですね、早いですよ、2回目のナイトメアがもう溜まってましたね、うん、さあ中取り、さあ画面端スライディングから、さあファイヤー、あれはコパンだと落ちないやつですね、ダブルに入って、さあ逆に画面端、さあうまい、さあここは中足ダブル2のタクでしたね、ここからはさあクレジンさんの連勝数を決める戦いですね、クレジンさん、さあこれでさあ友田くんは2周目のラストプレイヤーなので、ここからは友田くんの連勝を止めるために、さあまずはクレジンさん、クレジンさんのダルシム、ダルシムかな、キャラはあれか選んでいいんだよね、さあダルシム、クレジンさん、さあ友田ベガはダルシム戦はお手の物、さあスライディングからの投げを食らって体力をごっそり持っていかれているが、まあ、ベガはワンチャンで逆転できる、さあピヨッタ、俺は死んだか、さあワンチャンを生かした友田が勝利、さあガードスライディングから投げは通らず、さあ画面端これはおおめくっていたスーパーマンジャンプですねあれね、さあ友田くんが3勝目かなこれで、さあ次が青斎さんかな、さあこれでいいのかな、この順番でいいの、青斎さんいる、はいはいと青木サイクロン、はい、ちょっと離れてる間にベガ、友田ベガ勝利ってことですね、今日は地球に優しいのか、ダルシムを破って、そして青斎さんが来た、これねベガ難しいんですよ、ザンギ戦最後、友田さんが最後のプレイヤーなので連勝が続く限りはチャンスがある、今3連勝中、さあスクリューが失敗して垂直ジャンプになっていたがお釣りは安かった、さあしゃがみコパンで止める、さあめくり大キックからコンボ、さあゴーヒット、さあ見事なコンボ、ね、大キックめぎりはね本当返しづらいし、ダブルアリだと多分返せないんじゃないかな、あれですよね、あの立ちジャキックってあれ目押しじゃないんですよね、連打でつながるんですよね、確かさあダブラリーぐるぐる、さあホバー、さあここは下段の卓に行くがしっかりガードしている、さあ次は
逃げジャンプ中キック中段中段をさあ当たらず。さあこのカニがねベガがすごい気を使うところですが、おおなんと投げていく歩いて投げる心の隙間ですねあれね。そうですね、ガードしてましたね。あのトスタには4連勝回せない。続いてウネさん、さあウネ君のさあガイルですね。中島さんのホンダが7連勝なるほど。さあウネ君は止められるのか。これガイルベガってどうなんですかダイヤは。いやどうなんでしょうね、ちょっと僕も分からないですが、結構いい勝負だと思うんですけど、ちょっとこうつけがたいですね。でも球がある分ガイルな気がするんですけどね。ギリギリガイル、ギリギリガイル らしいですなるほど。おっと弱パンで止めていく。当然そこまでベガさんやり込んでる気はしない。ダブル2中足見てからダブル2、あちょっと歩いてないと思うんですね。見てから出したような感じ。ここで5連勝さあ、次がそして続いてのプレイヤーはセロテープさん、選ぶのはザンギ。セロテープザンギエフさあ友田君は5勝しています。さあセロテープザンギ、友田さんと歌舞伎くんさんと川島さん3人。さあこれでセロテープさんが負けると、で単独1位が中島さんのホンダの7、友田くんが2位になります。さあしっかりダブラリはお見通しだとは。さあ飛びは噛み合わず、おっ怖い怖い、ぐる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 回ってますね。さあどっかで当たるんじゃねえかとザンギ側期待してますが、ホバーそんな甘くない。トモザメがあきっちりしている中キック、うまいなあ。歩き投げはダブラリが当たって逆に画面端に投げられるピオリッチ、おーよー投げを見たのか。あのダイパンうまいですねあれ、ダイパン対空。さあカニ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 中キックカニが強い、うまいな今のダイパン。ホバー最後はホバー。さあこれで友座が 6勝目、これで2位決定ですね。もういいんじゃないのこれ7勝と6勝だから。6勝ね、続いてさあグッチさん、グッチさん、グッチさん、あノークレ失礼しました。選んだキャラのどっちか、どっちかです、今日のどっちかです。さあグッチさんはホークか、ダルシムかホークですよねいやダルシムさあグッチダルシムこれはさあちょっと難しいと思いますけど、トモザベガに対してはさあ投げ返される。さあガードしたかカクカクしてフレームお大ロリからラスト、さあジャックロリ、おっわからない、あー投げていたあるよとおっとさあグッチダルシム いけるのか、煽り合い、おブラスト、さあ掴んで、さあ掴まずガードさあガードナイトメア、ちゃんとガードしますね。さあこれはガッ画面端はめじゃねえかと、はめ
じゃねえか。決して、完璧にははめれませんね。最高、最高以外お互いに完璧にははまんないです。固めて投げて、固めて投げて、さあこれこそハメですね、これね。これハメじゃないですかね。おっと投げ返した。しかし投げ返す。さあ怒りの友座の投げ返しが、おっ投げて、あーフレイム削り。これはグッジラルシムがなんと友座ベガを止めました。さあ友座くん6勝。そうすると単独1位の中島本田7勝と友座ベガ6勝、これで決勝戦。さあベガ本田、さあ、ホンダ・ベガ、中島さんのホンダ、友澤君のベガ、さあ、ホンダやべえ、ホンダやべえと連呼しています、友澤君。さあ、友澤君が 1P 側、中島さんが 2P 側。さあ、3勝、先に3勝した方が優勝です。中島本田7勝対友澤ベガ6勝。さあ色を間違えて、まあ、3クレありますからね。ゴールドベガですね。1回ぐらい間違えても、確か昔オヌチョとかが使ってた色ですね。ああオヌチョですね、はい。これなんか本田が我慢できずに頭突きとか放さなければ結構負けない的なイメージがあるんですけどね。そうですね、我慢できずに頭突き放したらバックジャンプされてコンボもらっちゃったみたいのが大体本田側、本田側は待てますけどベガ側は ね、ダメージ源がねなかなかないんで。さっきダルシム戦で機能してたあのダブル2で削り続けるみたいなのがちょっと難しいですからね、あれはね。さあ頭突きあってガードさせちゃえばかなり美味しいんですが、ガードさあどうすんのかな。さあ端背負ってさあ、ああどうすこい、落ちる削る。さあやることがないと言っている。あ振り向き頭突きまで出されてしまってはかなりきつい。振り向いてどうすこい。さあ中島本田が1勝目。さあベガ側はやりに行かなきゃいけないんですけど、さあ何をやるかが問題ですね。さあ第2戦、さあ投げる、さあ触りにはいかず、さあ最後相打ち、しかし体力の減りは半端ないですね。なあ、あれはきついですね。さあゲージをためる間もなくといった感じですね。そのね、ゲージを貯める行動もなかなかできないんでね。そうですね、うん、ホンダが待ってるんで。さあダブルに、さあこれは逆に、あっあっ、さあ下段からのタグ、タグをさあ超えやすい、逃げたが、さあちょっとホンダがリードしてるかな。さあこれで、あっ逆列のおつりもらってしまう、ごっつぁん大パン、釣りには乗らず。あさあ中島本田リーチ、上から本田、さあ先に2勝したのは中島さん。さあ友田君一矢報いることができるか。さあ後がないですね。さあ投げる、トライキックスカリにドスコイ、高め投げ返した、さあ暗い投げしている、あれね、ダメなんですね。お、さあ最後逆サイコ、うまい、コンボだけは拒否った。さあちょっとリードしているが一発でこれは逆転されちゃう。おお、なんとか相打ちで、これはどっちが美味しいのか。おお、さあ1ラウンド取り返す、相打ち中キックかな。さあ友田君が1本、これが反撃ののろしとなるか。最高、おお、うまい、死んだ。これは寄らせてミスらない、1、2、3、4、5と
転んだ後にやっぱりちゃんとあれですね、間合いを測ってからの飛び込みで、あれだって小足の刻みをミスったらね、もうそれで繋がんないですからね、死んじゃいますからね、うん、2発目のあの小足小足小足の2発目の小足が遠距離になっちゃうと思ってダメです。はい、さあズッキさあうまい中足最高、さあふんわりしたところ100カット、きついぞこれは、逃げた、登り蹴り、さあ友田キックダブルに刺さって下段の高桑がガードしている、おお思い切って前に行った、あっさあいい、これはガード、おお、かなり今終盤いろいろありましたね、あれわかんないですけど今ホンダ振り向いちゃいましたね、もうあのごっつぁんの合間を縫って飛びが入ったのとかかなりいろいろ、いやでもこれぐらいもう必死にいろんな卓を仕掛けていかないとベガがきついってことですね。さあ前段入って3ドットぐらいか、相打ち、相打ち無理やり取ってなんと追いついた、さあすごい勢いでこれで2対2、さあ最終戦50円ちょうだいだって、さあ最初の勢いはどっか行ってしまった中島本田、最終戦さあどうなることか、さあ友澤ベガにこれ以上の引き出しが残っているかどうか、開幕ショーキックで飛んでいた、さあ本田側ちょっと体力が、お踏んだ、さあ踏んづける、じわじわと体力追いついてきている、さあしかしゲージはまだ溜まっていないベガ、さあワンチャン、おこれでなんとかハメは解除できますね、ナイトメアで逃げればいい、あどうする、おめくりいったところ、ナイトメア入った、さあまだ残っているぞ、最大、わあ最後でまっすぐいった、早い、さあ2連敗から逆にリーチをかけたのは友澤ベガ、反応していたがドスコイ出る前に食らっちゃいましたね、おお一応これはさすがにやりすぎたか、友澤さん100列もらったと必ずお釣り入れてますね、あれね、立ち台系なりしゃがみ中継なり、うん、大事ですね、あれが、さあさあバックジャンプコンボは残れた、さあ振り向きドスコイは出ず、さあどっちだ、うまい上り、これは3発入ってナイトメア、上げらない、さあ削り切ったか、勝ったのは友澤ベガ、おめでとうございます、思い切ってサイコで突っ込みましたね、最後ね、サイコありだと、なるほど、おめでとうございます、さあリーチをかけられてから2連敗から大逆転、リーチをかけてなんとか3連勝で勝てました、それよりもグッチーダルシムに負けたのが一生の恥だと思ってますありがとうございました、お疲れ様です、まだこれ流してるのかな、じゃあまだ流してるのであとはの試合、今日は友澤ベガの優勝です、おめでとうございます、
はい、ということで、23時を回りましたので、この試合ですね、最後に、放送の方そのまま終了したいと思います。今週も、この時間までありがとうございました。また来週も同じ時間で、配信開始いたしますのでよろしくお願いいたします。では皆様お疲れ様でした。失礼いたします。